はい、どうもベアンです。イオンスタイル松山の、レイアウト、組み立て2日目で、レイアウトが全て完成しましたので、完成後のレイアウト紹介をやっていきたいと思います。今ここに映っているのがですね、プラロード大鉄橋がかかっているね、あの上段部分を走る、水風とアルファ X と800系ですね、ミッキーマウスのが映っております。で今回ですね、完成したのはこんな感じのレイアウトなんですけども、組み立て初日でですね、立体の方はほぼほぼ完成してましたので、ちょっと紹介を省こうかなとは思いましたけども、ちょっと簡単に紹介しましょうか。初日とちょっと変えたのはですね、ここのカーブ鉄橋ですよね。カーブ鉄橋をベイアンが持っているありったけのやつをここに使いました。カーブ鉄橋と大鉄橋のひな壇、これちょっと圧巻ですよね。知ってる人から見たらね、このカーブ鉄橋はかなり欲しいパーツの一つらしくてですね、ベイアン、これがセットで売られている時からコツ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 とたくさん買ってましたので、多分20セット以上あるんじゃないかなと思ってます。それもね、ふんだんに使っちゃいました今回は。で、まあこのデコレーションはこれぐらいですよね、立体レイアウトに関したら。で今回ね、2日目でちょっと頑張って組み立てたのはこちらでございます。ザンと機関車トーマスのレイアウトもちゃんと完成させましたので、ちょっと、ね、説明していきたいと思いますけども、ナップフォードステーションからバート6000出てまして、こんな感じでぐるーっとしていくラインがあるんですよね。で今回ちょっとベアン頑張ったのはこのグラグラ吊り橋のクロスですよね。これってね、このクロスってこのドキドキ、このグラグラ吊り橋しかできないんですよね。ここがこうなってるからでき、ここのね、こういう風に綱のところがこうなっているからできる仕様になっておりまして、それをちゃんと活かしたような作りをちゃんとしました。であとは、ね、ドキドキマウンテンがあったりとか、で今回ドキドキマウンテンもちゃんと下りをね、ギュンと降りるやつをつけました。これでね、ちょっと一つのアクションができるので、子供たちが見て喜んでもらえるんじゃないかなと思います。で新しいナップフォードステーションも2000ほど入れております。でこちらに、一応機関庫で、ディーゼル10とかいろいろ置いておきます。で機関庫をね、今回ちょっとスペースが空いたところにもう一個作りました。でこちらですね、こっちにも機関庫作っております。であとはこんな感じですね、バッタン橋を3つ並べたりとか、あと回転ブリッジとかですね。であとはね、このここからターン戻って、こういう風に緑の U ターンを変えるという風なラインもあります。こんな感じで今回組み立ててみましたけども、デコレーションもかなり上手にできたかなと思っております。でつい最近のね、安木プラーナのレイアウトよりはちょっと密度が濃くなってますけども、そこのでの、安木プラーナのトーマスレイアウトでちょっと失敗したところをちょっと改善して組み立てたような感じになっております。というのがこの機関士トーマスのね、長編成、ここがですね、前回はですね、結構 S 字があったりとかしたんですけども、今回は S 字をなくしてですね、本当オーバルチックなレイアウトになっております。なのでこれでちょっとはそのね、先頭車両のトーマスに対して負担が減るんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうか。前回よりね、4両ぐらい増やしてますので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、20両ですからね。20両、前回16両で頑張りましたけども、今回20両プラス4ですので、それがね、ちゃんと引っ張れるかどうか、トーマス君頑張ってくれって感じですね。でここにね、トンネル3種類を並べたりとかしてますし、あと駅をいろんなところに入れております。結構ね、見て楽しいようなアクションいっぱいのレイアウトになってるかと思いますので、子どもたちがたくさんね、来ていただいて楽しんでいただけたらなと思います。はい、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思いますけれども、最後までご視聴いただきありがとうございました。いいレイアウトだなとか、かっこいいなとか思われた方がおられましたら、できれば高評価の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。